中日ゴールデンドラゴンズ黄金期で完封完全続投確定演出勝利。初回のホームランだけだったけど勝った。ああ。ライデル、コストコ、終わっちゃったよ。チナキョダがどうやって松田で勝てるんだ。セリーグは我が軍の制御下にあるな。中日さんありがとう。タッツ大好き。またトラさんのアシストしてしまった。立浪最後の試合。鵜飼ついに覚醒したな。ガチで広島に勝てる要因知ってる名称おりますね。福永のサード良いなセカンドだと危なかしかった印象があったのに。カープは負けてもお辞儀する。やっぱり使えば3割30本打てる逸材なんだよ鵜飼は。ソフトバンク2軍ガチモードか。明日は猛暑なのに0ゲームかよ。福永は球際に弱いグラブにボールがつかない。広島ファン、阪神に3つ負けておいてなんでここで勝つんだよ。中日マジでムカつくわ。こういう試合を甲子園でやれよ。今までなんで鵜飼使わなかったんだよ。来年覚醒するわ。ドラゴンズも結局追加点なしだった。マジで中日に負けたチームが落ちますよ。ヤクルトはどこにも平等に負けそうな気がする。甲子園での負けを松田で取り返す。ブライトもちょっとパワーつけろよ。ご視聴ありがとうございました。